い、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、今日はモンスターハンターワイルズベータ版を遊んでいきたいと思います。キャラクリですよね。まずはキャラクリがどのレベルなのか、それがね、私にとって一番重要まである。もはやモンスターとかね、そのアクションはね、二の次までありますね。あー、音もアイルーもね、やっぱりあのキャラクリできるみたいですね。まずハンターよ。あー、まずここで大まかなやつを決めてっていう感じか。あ、いろいろあるね。10ぐらいまで。いや、めっちゃあるけど。うわ、かっこいかつ。あ、結構近寄れる。あ、おっと、あ、いけるやん。いいやん。あー、こっからは女性ね。はいはいはい。わ、結構可愛い感じもできそうだね。あ、いいですよ、これ。皆さん。わ、いけてる。っていうことは、こういうペイントもあるのかって。毛先だけ色変えられるとか、さっきなんか髪の毛の中だけ色変わってた女の子いたな。おい、最高かよ。昨今の色々に配慮して女性ボイスも選べると。ありがとう、大変だ。あ、イケボにできるね。弱そう。低くしたらどうなる。ありがとう、かっけえ。大変だ。うわ、いかつ。いいね。見えないけど、あ、そういうことか、インナー。あー、初期モンハンスタイル。好きなんだよね。やっぱ好きなんすね。あ、女性版選べんだけど。これ女性バージョンでしょ。おい、いいな。絶対これや。女性版や。肌のカラーは、あれなのか。あー、人外、あ、でも人外いけたよね、前。ね、いろいろできるんだね。顎の長さ、あ、顎とか長くして、すごい。あ、いいじゃん。しゃくれ、ちょっとしゃくれてるね。いいいいいい、めちゃくちゃいいね。いい、いるいる。いるよ、こういうやつね。いや、ペイントでやっぱなんとかするしかないのよ、これ。あー、ちょっといい感じ。あ、かわいい、かわいい感じもできるんだ。かわいい。あー、来た。こういうことでしょ。つまりこれで顔の色変えるしかないってことでしょう。つまり全くそれで良いのだ。こういうのも入れてもね、かっこいいんだけどね。やはりそういうことか。あー、かっこいいね、君。いいいい。やっぱ俺たちのモンハンが帰ってきたって感じだよな。どういうモンハンをやってたんだお前はっていう感じ。いや、いい、めちゃくちゃ。もうデトロイトビカムヒューマンじゃんなあ、これ。一旦これでしょ。なんかあれなんだ。うわー、なんか大変なことになってる。それそりゃあかん、あかんよ、それ。大変なことになってますね。あー、光沢いいね。光沢すごすぎでしょ、こいつ。メタリックにす、おお。あ、これでデストロイ山本メタリックにしてた気がするわ。で、発光はいじりすぎるともう見えなくなるのよ、これ。発光しすぎると人は見えなくなるから、発光はほどほどにしないといけない。なんならゼロでいい。あー、すごいすごいすごい。いや、これ本当に小林みたいなことができるんだな、これ。あー、いいね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 。楽天カードマーンみたいなことできるってこと。ムムッ、できるってこと。ここ光らせたら、かっこよくなれる可能性まさか秘めてる。これでさ、光らせたらすごいことになんない。あ、かっけえ。かっこいいな、君は。殺戮戦士完成したんだけど。やばい、こいつ。死の殺戮戦士。いや、デストロイ山本が洗脳された姿ってことしようぜ、これ。いや、いいね。死の殺戮マシンに改造されてしまったデストロイ山本。やばすぎる。山本、何があったんだよ、お前に。やばすぎるだろう、これ。いや、山本が歩いてくる。待って、俺の意志に反して歩いてくるな。こいつまずい。走ってくる。みんな逃げろ。殺戮隊長を発見。直ちに排除します。画面の前のそこのあなた、直ちに排除しに行きます。怖すぎる。いやー、ということはオトマイルはうちは毎回おなじみのインランピンクで作らせていただいているのですが、とりあえずね、うちはピンクでやらせてもらってるから、猫は。ピンクでやらせてもらってるからね。で、やっぱデストロイ山本さんの相棒はピンクじゃなければならないから。あ、目もいろいろあるね。いや、地止め、インランピンクは結構地止め系だから。あ、この辺かな。いや、でもさ、ここでさ、頑張ってさ、作ってもさ、これ、体験版ですからね。いや、かっけえ、マジで。
マジかっけ、ボイス？やった。え、喋るんだけど。え、喋んなよお前。アイル語か。こっちの方がいいのか。いや、でも体験版だからこそ聞いといて本編で生かそう。大変だよ。大変だよ。やった。やった。頑張ろう。まあ、インランピンクは可愛くていいな。地獄の殺戮人形が隣にいるんですか。ちょっと、うわー、ちょっと、服なしのがいいんだけど俺。服なしにしてくれよ。やばすぎる、こいつ、ほんとに。いやー、あんたの名前は。オッケー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 。ここはやっぱりダークデストロイ山本で行きたいと思います。お供は当然インランピンクで行きまーす。まあ、経験者向け表示でいいかな、チュートリアルは。キャラクターのエディットデータ製品版に引き継げるってよ。やったな。じゃあ結構ガチめに作っていいのかもね。これやばすぎる。目元が光ってるのやばすぎる、マジで。やばい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 。いやー、いいねー山本。お前どこに乗り込んでんだよお前さ、それ。もうなんかスナッパラにいるな。いや、声低すぎだろこいつ。いや、いや、あ、インナーピーク喋るの可愛いな。やばすぎ、殺戮。え、なにこれ、なにこの過去。君のことを聞いているよ。ど今日呼ばれたわけは首ですか、自分首ですか。禁足地の件です。やばすぎだろこいつ。犯罪者だろ、インタビュー受けてる犯罪者の声してんだけど。かつて大国があった。千年の昔に滅んで無人となり、話入ってこない、まずい。以来立ち入りが禁じられている。なんですって。今は文献に記録を残すのみだ。何の話ですか。だが数年前、一人の少年が保護された。え、彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。光りすぎやろ。信じがたい。やばすぎる。アップにしないでくれ。頼む。文献にその里の記録。デストロイ山本、どこで何の改造されてしまったんだろうな。彼のペンダントは未知の物質で作られている。私のボディも未知の物質で作られています。次に少年保護の経緯だが。はいはい。声が低すぎる。とあるモンスターが里を襲撃、彼は単身逃げ延びた。何ですって。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は不明。人々のモンスターの情報。モンスターお前だよ。不明。不明だ、お前という男がわからない。学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。君を禁足時調査隊ハンター。これもうそのモンスターに拝命しました。殺させる気でしょう、デストロイ山本。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。わかりました。そこで君に頼みが。何なりと申し付けください。話に。ビビるだろうな。アルマと申します。いや、なんでそんな普通にいられるんだよ。俺デストロ山本。さ。いや、怖いだろうな、怖いだろうな、少年な。怖いよな、怖いだろうな。やばすぎる。俺喋んなくなっちゃったじゃん。私に任せておけ、全ては。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。全てはそこからですね。頑張ろう。うわ、可愛いな、インランピンク。ストロ山本も可愛いよ。見つかるといいな。ん？なんだ？なんだ、もっと見た方がいいものが船に乗ってるか。なんだこいつら、ドスガールですか。なんだなんだ、取り返し。どういう原理に進んでんのこの船は。砂の上を、すごい数。なんだ、囲まれている可能性がある。気をつけろお前たち。私がいればどうということはないかな。私は歴史戦のハンターとしてカムラの里とかを救ってきた。追っている。なんだなんだなんだ。人だ。
でも恐れてるぞあいつ。大丈夫か。山本助けに行け。本当。お前デストロイするべきだ。ここ全てのモンスターはデストロイします。私は改造されました。追いつけないよ。どうしろっての。あの何かが。何か。いや目が光ってる。山本の遠くから。遠くからやってみる。山本いいぞ。山本やってくれ。山本やれ。全てのモンスターをデストロイするんだ。借り尽くさせてもらう。私に任せろ。サーチ完了。この距離なら十分飛べることを計算。よし、この距離だ。ジャンプ。いけー山本。任せておけ、私に。うますぎる。チラ見せするな、カメラに。顔を。あとは私に任せておけ。やったな。あ、インナピーク、お前も来るのか。よし、来い、インナピーク。俺とお前は。何？え？おいおい、もう始まんだから、これすごい神ゲーじゃねえか。おい、おい、あの子に追いつこう。任せてくれ。よし、あと私に任せろ。おら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 。でもこれはダッシュとかは特にないって感じだな、今は。いけいけいけ、山本追いつけ追いつけ。通れそうにない。通れそうにない。まずいな。一体どうする、インナピック。いや、あれを足場にして走っていこう。足場にできるんじゃないか。ジャンプとか、あ、勝手にジャンプしてくれるね。おー、いいね。ダークデストロイ山本って名前出るの良すぎるな。もう神ゲーやんこれ。もう早く本編やらせてくれ。セインマをダークデストロイ山本さん、たどり着いてください。デストロイ、目標を知り90100、外しはしない。やれ山本。あ、やばい、少女が飲み込まれた。任せろ。飲み込まれちゃうよ。L2 からの丸スリンガー。お兄ちゃん、お兄ちゃん、生きてるってなんだろ。よいしょ。何も、何、抑留を狙わなきゃいけないな。ちょっと待って、待って、待って。あそこだ。よいしょ。あ、オッケー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 。スリンガーオートマグナム発射。大丈夫か。私に任せておけ。山本を助けてやってくれ。ダークデストロイ山本さん、行け。少女を助けることに成功だ。よくやった。インナピック、ついてこれるか。私の速度いいぞ。振り切るぞ。ダークデストロイ山本。いいぞ、ダークデストロイ山本。やばい、あまりの神ゲーに震えが止まらん。あいつはこれで落とした方がいいんだな。よし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 。スリンガー発射。よいしょ。すごい、狙い通り。任せておけ。いや、スリンガーいいね。オートマグナムで待ったけど。いいぞ。私の、このスーパーオートマグナムの力では。あ、上から来る。上から来るぞ。よし。お前を引っ掛けて落としてやる。あいつからオートマグナ取ってんのか。まずい。あっち行け貴様ら。待て。よいしょ。狙い通りだよ。いいよ。よし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 。まずい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 。危ない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 。危ない。上にも。あの岩を崩せるかも。あの岩崩せるかも。よし、いいぞ山本。なんとかしろ。いいぞ山本。なんという神ゲー。私に任せろ。よし、船が見えた。あそこに乗り込むんだ。みんな来たよ。まだ来てる。まだ来てる。何？追い詰め。私が足止めする。山本を何とかしてくれ。任せておけ。ハンター、ハンターって。あそこだ。これは私の武器。来た。私が体験使いだとよくわかったな。行くぞ。いいぞ山本。決めた。体験使いの山本さん帰ってきた。デストロイ、全ての生き物はデストロイさせてもらう。それがこの私、デストロイ山本だ。大丈夫か少女よ。怖いだろうな。敵だと思うだろうな。大丈夫だったか少女よ。もう安心するんだ。怖すぎる。大丈夫じゃねえだろ。サマルト。は？なんて言ってんの？ん？やばすぎる、マジで。何なんだよこいつ。あの、安心して。心配ないよ。そう、この人は心配ないんだ。こんな見た目だけど。いや驚いた。本当に人がいるとは。潮流種の一種。どうしよう、お兄ちゃん。なんだ、お兄ちゃんとはぐれてしまったのか。お兄ちゃん、私セクレトで。セクレトってなんだ、土地の名前か。でも、お兄ちゃん、
あいつってさっきたくさんいたやつかな。うんうん、お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして。何？一人すぐに助けに行かなければならないな。まずくない？まずいな。お兄さんはどこ？怖すぎる。セクレト、お兄ちゃんの匂いを。あ、セクレトってこいつか。こいつね。よし、行こう行こう。私が行こう。ええ、皆さんはベースキャンプの場所を。わかった。でも助けが必要なら呼んで。大丈夫でしょ、山本さんがいれば。任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。山本、行ってくれるか。山本、お願い、この人お兄ちゃんのところ。山本、お兄ちゃん殺すなよ。お前、頼む。脳に今先導してるよ。山本音波で。見つけてくるね。よし、私に任せておけ。山本、行ってくれるか。気をつけて。いや、これ置いてかれただろ、山本。はーい、おい、かわいそうだろ、この女の子。念のため、準備していきましょう。うん、任せておけ。この女の子はどんだけお人よしなんだよ。わあ、でもすごいなこれ。来たー、山本さんやー。よしよしよし、ここをキャンプ地とする。わあ、武器を構える。あー、いいね。で、この辺は多分変わってないね。で、バツローリング、タイメはあるね。からの、あ、いいね。今は一旦体験しか使えないのかな。いや、でも武器庫にいろいろあるだろうな、多分いろんな種類の武器。でもまあ、山本さんは体験使いなので問題ないです。そうそう、使いたい武器は決まってる。俺で十分。あ、てか新武器とかあんだっけ。おすすめを聞かせてほしい。どの武器が合いそうか傾向を調べてみましょうか。どの武器合うんだろうな、山本。モンスターと対峙するとき何を重視するのか。破壊力に決まっているだろう。重量武器、もうこれで体験になるでしょ。その武器に何を求める。破壊力な、破壊力。圧倒的な攻撃力。攻撃力重視ならこの武器と相性が。なんだ、ハンマーか。あ、体験じゃん。お前、山本は体験だよ。この武器にしてくれ。こっちが武器の使い勝手を試せそうだよ。任せておけ。ちょっとトイレいいかな、俺。山本、まだ切れ味落ちてないだろ、お前。全然切れ味落ちてないだろ。よーし、セクレットに乗る。任せてくれ。セクレットに乗ると目的地に向かってオート移動が可能。便利すぎる。マニュアル操作もできる。へえ。セクレットで匂いを追いましょう。匂いね。じゃあ加速してくれる。加速してくれるか。セクレットはとても賢いですね。匂いを嗅ぎ分けて自ら目的地に向かうだなんて。まあでもこれ自分でいいな。オート操作でいいわこれ。オートじゃない。あ、これちょっとキノコ、おい、キノコ取れ。キノコ、ニトロだけだよこれ。爆弾とかの材料に確かなるから。これあ、ちょっとこれ採取採取。お、山本、あ、待って、なんだこの虫。おいおい、引っかかってるこれ。あの虫何。人の声だ、まずいな。山本、救ってやってくれ。いや、だが私はな、一緒にこのように改造を受けてしまったんだ。私は人が憎い。でも山本、困ってる人がいるんだ、助けてやってくれないか。私は人から受けたこの憎しみ、苦しみを忘れない。お、やべ、襲われてる。どうですか、兄貴か。あ、めちゃめちゃにされてる。領職受けています。兄貴が領職受けてる。なんでこうだ。こいつ誰、新モンスター。こんなのいたっけ。チャタカブラ。チャタカブラだ。山本助けてやってくれ。山本、行け。やめろ、逃げるんだ。そんな。山本、行け。ん、危ない。おお、いいぞ。山本のスリンガーが炸裂。わあ、こういうのも使っていけるんだろうな。ダメだ、こいつを置いては。もうそいつは見捨てろ。急いで。死にたいのか、貴様。そいつは見捨てろ。山本は時に残酷です。さあ、やってやる。かかってきな、坊や。相手してやるぜ。んー、おりゃ、ターゲットの注意。あ、そっか、そういうのもあったな。そういえば、待って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 、ちょっと待って、違うゲームをやってたから。
操作がよいしょ、L2 で集中モードの構えを取る。集中モード中は照準方向へ攻撃できる。あ、集中モードいい、慣れたら集中モード。あ、でもこれこうやって狙えるのは、あ、これため切り集中モードで狙えるの強いか。さては、同じ部位に攻撃を当て続けると傷がつく。傷口への攻撃は与えるダメージが大きい。狙いをつけやすい集中モードを活用しよう。どこだ、気づいた、そこか、ほーら、よし、集中モード。でもあまり、オッケー、引きつけてくれるのか、ありがとうな、インランピック。 L2 中に R1 で集中弱点攻撃ができる。へえ、なるほど。こっちだ、どこ、お、どこ、あ、こ、こかか、こか、あ、いいよいいよいいよ、そういうことか。集中弱点攻撃強すぎる。おい、いいな、面白いじゃねえか、ワイルズ。おい、すべての生き物をデストロイします。精霊の加護を働かせていただきました。待て、インランピック、待たせたな。空中スリンカー、射出、射出、いいぞいいぞ、弾き射出、いいぞ山本。ほら、総裁切り上げ、何かっけえ。総裁効果のある総裁切り上げを繰り出す。タイミングが難しいが大成功するとモンスターを吹っ飛ばす。そんなことが、総裁切り上げ、あ、これをね、すごいのが来るよ、ここよし。これか、いやでもむずいけど、でも切り上げ、体験の切り上げってマジで使うタイミング全然なかったから、こういうことだな。総裁切り上げ使うタイミングが全然なかったからよ。やっぱこういう風に新技で強化してもらえると助かるね。行かせてもらうぜ。なんだ、クエストスタート、このまま任務に取り掛かってください。何の話だ一体。この任務って何だ。あ、討伐って書いてある。チャタカブラの、チュパカブラの討伐って書いてあるわ。チャタカブラ、ほらほら、傷口攻撃、傷口攻撃。いいぞ、俺は傷口を逃しはしないぜ。お前の傷口、お前の傷口を逃しはしない。いいぞ。いいぞ、絶対に逃しはしない。あ、あいつ逃げやがったな、この野郎。なんか落とし物したんじゃないか。救難信号で仲間を呼べる。私に仲間など必要はない。あ、邪魔だ虫どもが。どけどけどけ。うわ、なんかめんどくせえな。虫どもおるやん。あ、でもこれ乗りながら攻撃できるよ。待って、おいおい、ガルクみたいな感じか。いやでも降りた方がいいな。あとは私に任せろ。ここはすべて私がデストロイ、すべてはデストロイ。いいぞ、傷口作っていけ、ナイス。弱ってるみたい、もう一、いい、いい。待て、あいつ罠を使うなら今のうち。罠って俺持ってる、持ってなくね、罠なんて、罠なんてねえんだけど。おい、罠作れるかこれ。もうなんだこれ、あ、先行中みたいなやつじゃない。プシャー。罠を使うなら今のうち立てよう。ちょっとお前ら邪魔だこら。いた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 。よし任せろ。おい、インランピック、こいつに大樽爆弾を仕掛けます。大樽爆弾持ち上げるってあるよ。何持ち上げるって、どうか転がすって、転がすってあるけど、ちょ転がしてみるか大樽爆弾。転がそう、大樽爆弾は転がすためにあんだよ、大樽爆弾はよ。よし、インランピックどいとけ。よいしょ、あー、すげえ。そういう、そういう起爆方法があるんですね、今回は。いや、いいな。よいしょ、ナイスー。いいぞ山本、もう終わってる、もう終わってるよ山本。よし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 、やった、すごいだろ。いやー、今回もデストロイさせていただきました、この私が。よし、これであの人間助けられただろう、これ。いや、いいね。いやー、山本見事です。お見事です、山本様。任せろ。すげえ、いや目が光ってんのがいいんだよなこいつ、本当に。よし、これでクエストもすぐさま終わりにできると。いいね、便利機能が増えたね。はーい、いいな、知的だね山本。はいはい、いろいろ受け取ったけど、まあ、全てもらっておこう。で、報酬もゲットと。皆さんこちらです。はい、今行きます。こちら、あ、ここで隠れていたのか。もう安全だ、もう安全だ。危険だろこいつが来たからには。あ、なるほど、手当てをしてあげてたというわけか。
そいつの命は諦めろと言ったはずだ。まったく。やれやれ。まあ生きていたからいいものが。お前、私が来なかったら今頃どうなっていたことか。よかった。あの。は、驚いてる。山本に驚いてんだろうな。申し遅れました。私たちは。待ってください。待ってください。そこのサイボーグは誰です？何が起きて、まさかあなたたちが、どうやって。何の話だ。お前も殺してやろうか。いや、待ってください。ここは私が。では、妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに。大丈夫だ。我々が保護する。怖すぎる。保護が怖すぎる。来ていただけますか。怖すぎる。さあ、お前もこっちへ来い。おい、ここだよ。もうイケメン2人が来たな。でもデストロ山本が一番イケメンって言われてるから。一番言われてるからな。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした、ベースキャンプ。おお、この砂漠のど真ん中にこんな基地があるのか。いいな。ご無事で。こちらに。お疲れ。お疲れ。おかえり。おい、おかえり。あ、山本結構慕われてるんだな。そんな感じでも。腕だけは立つんだろうな。早く行ってあげて。格好が江戸すぎるだろう。風も防げますね。ガリアドとしては申し分ないよ。素晴らしい施設だ。すいませんね。手は多い方がね。だから。いや、エロすぎる。ゾロゾロたくさん来すぎ。ほら、手を出す。私たちでできるから。お、なんだ。ノロ。よかったな、お前たち。なんだあのちっちゃいおっさん。なんだこのおっさん。はい、行くよ。ほらほら、持ち場に戻って。さっきはすみませんでした。構わない。助けてもらったのに、わけがわからなくなっちゃって。本当に。なんだ、あるある探検隊か。お前、ありがとう。お前、あるある探検隊だろそれ。あるある探検隊だろお前それ。知ってるぞ私は。イサイです。近くの村に住んでいます。ナナです。デストロイ山本です。西のすごく遠くから来ました。探し物があって、みんなで旅を。デストロイ山本です。カムラの里からやってきました。カムラの里を追い出されたんです。私は忘れない。カムラの里で受けたひどい仕打ちを。ヒノエちゃん、ミロドちゃん、まさか私にあのような罠を仕組んでくるとは。私はあの里へ再びたどり着かなければいけない。山本、意味深なんだな。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか。よかろう。僕たちはベースキャンプを見回ってこよう。かわいい。インランピックめっちゃかわいいな。あー、ミッションチャプター1ミッションクリア。ここは拠点となるベースキャンプか。なるほどなるほど。あ、サンキューフォープレイング。なるほどね。ご参加いただき誠にありがとうございます。ハンターさん、お疲れ様。お疲れ。砂原でドシャグマという気性の激しいモンスターが確認されました。ドシャグマ。このモンスターは群れを作る可能性もあるようです。被害が広がる前に狩猟をお願いします。任せておいてくれ。ドシャグマは集団で行動する場合がある。狩猟の際、同時に複数体のモンスターを相手にするのは非常に危険だ。まあ、スリンガーを肥やし玉を使って分散させようと。なるほど、ね、ターゲットに印をつけておきました。まずはここに向かいましょう。任せておいてくれ。いや、いいな。よかったらこちらも使ってください。きっとお役に立つはずです。悪いな。いいのかこれ。了解した。了解した。かっけー。やばいな、山本に何があったんだろうな。それ製品版でわかるんだろうな、山本の辛い過去。どうしてこのようなサイボーグ、殺戮サイボーグに変わってしまったのか。